皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日はないとあるの二重規範の中でというお話をしたいと思っています。最近ようやくですね、哲学とか思想の勉強を開始することができまして、まあそういう本を読んでいるところでございます。まずはですね、個別の哲学者とかそういうのではなくて、哲学史全体をですね、こうざっくりさらっていくような入門書を、いろいろと読み漁っているような段階でございまして、全然まだねこれからっていう感じなんですけど、まあすでにね、その東洋的な解釈と、西洋的な解釈というかね、そこの大きな違いみたいなのに面白さを感じている今日この頃でございます。そういうまだねこう入り口のところにはいるんですが、まあ、最近考えていること、僕が考えていることとしてはですね、まあ、私っていうものはやっぱりないし、かといって私のアカウントってものはあるしっていう、この2つの状態をしっかりと認識してですね、まあなんていうのかな上手にね、生きていかないと本当苦しいよねっていうことを思ったりするわけです。で、私っていうのはないよねっていうところでいくと、まあ、私がないっていうことを、まあ、僕が説明しようと思うと結構難しい、言葉で説明してもいまいちピンとこないと思うので、もうちょっとこう抽象度を下げて、私の手柄なのか問題ですよね。これは私がやった私の手柄なのかみたいなことを考えていくと、私があるないにもちょっと通ずるところがあるのかなと思ったりもします。例えば僕がね、東大に受かりましたって言った時に、僕が頑張ったから東大に受かったと考えるのか、僕が頑張ったという一つの側面もあるけれども、その時たまたま点数を取れなかった、実力が及ばなかった人のおかげで受かったという考え方もできますし、その問題をたまたま僕が解けるような問題として、その日時問題作成に関わった人たちのおかげで自分は受かったかもしれないしとかっていう感じで、結局は自分の力なのかって言われると、いろんな要因があって受かっているってことだと思うんですよね。例えば今コロナだから、たまたま受験者がこうこうこうで、本来受験してた人が受験しなかったとかね、いろんな要因が重なってたまたま受かっているってことを考えると、そんな風に考えていくと、ありとあらゆる自分の手柄だと思っているものっていうのは案外そうでもないかもと。すごく広く見た時には、すごい誰かの、よくわからない誰かのおかげでその成果が出ている可能性があると。自分が営業を契約することができたと、でもそれはもしかしたらライバル企業の誰かがサボっていたおかげかもしれないんですよね。それはもしかしたらどっかの誰かが全然関係ないポスティングをしていて、そのポスティングに書かれてたキャッチコピーで何か気になっていた、そのコピーがなんとなく僕の扱っている商品とリンクするところがあって、その僕のポスティングじゃないけども全然違うポスティングで僕の商品に興味を持って、僕の商品を買ってくれたみたいなことがあるかもしれない。そんな感じで、それを僕の実力で制約しましたみたいに思ってしまっているみたいな、本来それは私の成果なのかっていうのは突き詰めて考えた時に、案外私の成果じゃない可能性があると。みんなの成果である可能性があるし、偶然の成果であると。じゃあ結局誰の成果なんだろうみたいな、誰の成果でもないんじゃないかみたいな、そういうふうに考えていくことが、できるんじゃないかなと。まあ、サッカーでね、ゴールを決めると、誰の成果ですかって11人の成果だと思いますけども、いやそうではないと、相手の11人もあって22人の成果だと、いやそうじゃないと、監督がそれ采配したよねと、監督も含めて、いやいやベンチにその時選ばれた人たち、いやいやサポーターがいて、そのサポーターが、ね、そのどういうテンションで応援したかっていうのも関係したんだと、いやちょっと待てと、その日の天候が関係した、いやその時のスタジアムが、いやこのスタジアムの芝生の状態が、そうやっていろんなものの要因でゴールが決まった可能性があると。それは本当にゴールを決めた人、アシストだけの手柄なのか、そういうことを、考えていく、これがね僕は主に東洋的な考え方なのかなと。でもそうやっていくと、まあなんていうのかな、私なんてものはないというか、私の手柄なんてものはない、全部みんなの手柄で、全部地球の手柄だよ、この宇宙の手柄だよっていう風な解釈なのかなというふうに思いますね。なので頑張ろうが頑張る前がというか、まあそれは極論ですけども、自然な状態
で自然にいろんなことが起こっているという考え方ですよね。起こしているではない、あくまで自分が起こしているんではなくて、まあその起こすそうとしているそのことそのものも起こっている中の一部でしかないみたいなね、自分の手柄でも何でもないみたいな考え方。かたやですね、この社会は、ほぼほぼ西洋的に設計されてしまって、もう私というのがあると、で結果ねこの国というのがあると、でこの国の中に何だろう、私というアカウントが作られてますよね。まあ僕で言うと戸籍とかがあって、その戸籍、私というアカウントに紐づいてさらに電話番号というアカウントが作られたり、メールアドレスとかいうアカウントを作ることができて、さらにそのメールアドレスアカウントを使ってツイッターのアカウント、インスタグラムというアカウントが作れて、そのツイッターのアカウントとかグーグルのねアカウントを使って他のサービスにさらにアカウントを作ることができてみたいな感じで、僕のアカウントっていうのはこの世界にたくさんあるんですよね。で僕のアカウントに紐づく、例えば僕の銀行口座も一つのアカウントですね。銀行に作ったアカウント、そのアカウントに数字がいくら入ってるか、これが僕がいくらお金を持ってるかみたいな、僕に紐づいてるんだけども、さっき言った東洋的に解釈したら、僕が持ってるこのお金っていうのはいろんな人のいろんな要因が回り回ってたまたま僕のところに入ってきてるという考え方もできるし、まあ逆に西洋的に考えれば、自分が考えて自分が成果出した結果自分にこれだけのお金があるという考え方もできると。どっちがいい悪いではなくて、どっちかに偏ると結構まずいなって思ったりするんです。誰の成果でもないよねって言い張って人の銀行口座のお金使うわけにもいかないし、かたや全部自分の頑張ったお金だよ、自分の成果だよって言ってしまうと、その銀行口座にお金が入ってない人のことを頑張ってない人とか、あなたが結果を出していないからみたいな見方をしてしまうと、それってなんだろう、本当にそうなのかっていうふうにも思ってしまいませんか。これだけ格差が開いているこの世の中で、本当に頑張ってないからお金を持ってないのか、頑張ってないから報われてないのか、頑張ってないから評価されてないのかって、どこかみんな違和感あるんじゃないでしょうかと。なので回り回って今のバランスがあるという、その全体の中の一部であるという、なんか私なんかなくてたまたまこの全体、この宇宙の中の一部でしかないと思えば、たまたまそうなっているということも言えるし、西洋的に言えばそれはあなた自身がどうアプローチして、どのようにこのロジックで積み上げられたこの社会というゲームの中でどう攻略して、どのようなポジショニングをしていくかみたいなロジックの話になってくると、この2つはどっちかでもないし、どっちとも混ぜるとかいう話でもなくて、どっちも別物として同時に持っていかないといけない、二重規範的に持っておかないといけない。私なんてものはないけれども、私というアカウントはある、私のアカウントにちゃんと紐づく成果は出しつつも、でもそれは私の成果ではなくてこの宇宙の成果であるみたいなものを同時に持っておく、その感覚をですね、養っておかないと、この複雑化した社会の中で、世界の中で、あまりにもバランスがね崩れてしまうのではないかなというふうに思いますので、そうした私のアカウントに紐づく成果は一定数出さないと生きていくことすらままならないけれども、果たしてその私のアカウントに紐づいたそれは本当に私が出した成果なのかみたいなことは疑ってかからなければならないんじゃないか。この2つをですね、常に二重規範的にですね持って生きていく、この感覚をね僕はね、より勉強していく中でもっとクリアに伝えていけるようになっていきたいなと思っている、今日この頃でございます。ちょっと小難しい話でしたけども、本日は以上でございます。またお会いしましょう。さようなら。